皆さん、こんにちは。スワシワスですよ。久しぶりの雑談、近況報告やっていきます。僕は4月1日から無職になったんだよ。それで、無職になって解放感マックスで動画投稿やってるよ。で、一週間前、二週間前かな？もう二週間前か、あれ？一週間前か忘れちゃった。パソコン、僕がいつも使っているガレリアタン、パソコンのね、メモリがね、買った時はメモリ16ギガだったんですよ。4年前に買ったんだけど、16ギガだったの。で、4個スロットがあって、で、そのうちの2つ、8ギガ2つ入ってて16ギガだったんだけど、動画編集してて、なんか、もう、クラッシュして落ちて、特にその字幕を打ち込んで編集してる時に固まっちゃって、停止しましたって表示されちゃって、強制終了しちゃう。もうそれが、もう嫌で嫌で、もう悲しくて、どうすればいい？メモリ不足かなと思って、メモリ買いました。16ギガのメモリを2つ買いました。残り2つ、2スロット空いてるから、それに16ギガぶっ込めば。ね。計算で、プラス48ギガです、今。すごいでしょ！ 48 ギガメモリ。9000円ぐらいした。16ギガ2つで9000円。でも安いよね。なんかもうそう、16ギガのメモリ2つで9000円。っていう時代なんだね。そんなに高価でもないなってすごい時代になったもんだと思って。はい。メモリを増設して、で、一応落ちなくはなりました。クラッシュ、強制終了はしなくなりました。でもその、やっぱり字幕打ち込むとき、やっぱりちょっとカクつくというか、少し反応が遅い、レスポンスが遅いのは変わらず。でも、ま、なんだろうな。クラッシュはしないっていうことは、そのメモリ自体は足りてて、で、もう、あと、もう一つの問題は多分 CPU だと思うんだよね。CPU がもうちょっと、まあ4年前だから古いかって思って。インテルコア i7 の10世代。10世代だから、今12世代かな？ 12、13くらいかな？確か新しいやつ。だから、ね、結構、その世代も、割と、もうね、4年前だから古めになっちゃってるから、じゃあ CPU、でも CPU 変えるのもちょっと で、さすがにそれはちょっと、いいやと思って。どうせやるならもうパソコンごと新しく買っちゃいたいと思っていて、まあ、しばらくはこれで頑張ります。はい、この環境で。で、そんな感じ。で、もう一つ、音楽ソフト、キューベースね。俺、その、10年前にキューベース買って、あ、じ、12年だ、12年前にキューベース買った時のバージョン、ずっと使ってたんですよ。キューベース6。6、6、12年前のね、一応まあ最新バージョンだったのかな。それずっと使ってたんだけど、さすがにもう、ね、新しいのしようよって自分でも思ってね、ちょうど仕事も辞めたし、仕事も辞めたし、なんかその仕事辞めてからなんか急に YouTube とかその結構収益いい感じになってきて、そう、なんだろう、仕事辞めたら急に、お金の周りが少し、なんか良くなってきたぞって動いてきたって感じてきてて、じゃあもうこれはいいってことだよね。買っていいってことだよね。やったーって思って、新しくしました。なんかその、キューベース新しく買うんじゃなくて、その、前のバージョン、古いバージョンから、こう、アップグレードする場合には、かなり安く買えるんですよ。1万6千円かな？ 1 万7千円。四捨五入で1万7千円ぐらいで最新版にアップグレードできたんで、よー、超安いと思った。あ、違う。セールだ。セールしてたんだ。本当は24,000円なんだけど、24,000円から30%引きか。30%引きで、そう、だいたい17,000円ぐらいで、最新版、キューベース13に、アップグレードできました。やっぱりそのね、その編集画面のね、なんかその、なんて言えばいいんでしょう。編集画面のこのデザインというか、やっぱり昔、12年前と全然違う、なんかこう、コンソールっていうの？とかこのボリュー、なんかこう、つまみとかそういういじくる、いろいろいじくるボタンあるんですけど、それがいちいちこう、かっこいいっていう。かっこいい、リッチでオシャレっていう。あ、そうか、最新版だとこうなるのか、と思って。まあ他にもいろいろね、そのまあ、まあ、とにかく外観がかっこいいのと、あと機能も優れてる。特にボーカル、あとボーカルのその、
俺の歌のピッチ修正とかも結構機能がどんどんもう優れてて、あ、もう変えてよかったわーって、もうね、いい加減12年前の使っ、ね、ちょっと 使いすぎたなって感じでした。はい。最新のテクノロジーに感謝感謝でございました。はい。それで、あと、もう一つ。あ、そう、髪結構伸びました。俺、そう、仕事辞めてからちょっと髪伸ばそうかなと思ってて。うん。ね、イメチェンというか、なんか髪伸びてる方が俺かっこいいんじゃないかなって。おしゃれでかっこいいんじゃないかなって、イケオジになれるかもしれない。イケオジ。なれるかもしれない。せっかくだからちょっとおしゃれしたいなと思って。はい。ね、あ、でもね、髭はね、なんか俺自身なんかあんまり髭伸ばしたくないんですよね。こまめに剃っちゃう。なんか癖でこまめに剃っちゃう。まあ、でもし髭伸びてた方が好きっていう、人とか、髭伸びたシワスも見てみたいっていう人いたら、まあちょっとコメントしてみてください。まあ考えます。あ、でも俺、実は、ね、大学生の頃ね、顎髭だけちょっと伸ばしてたことあるんですよね。まあそれ、顎髭伸ばした状態で、コンビニバイトとかしてたっていうね。どれぐらい？ 1 センチか。今、まあ、1センチか2センチくらいだけど、その時期、そういう時期がありました。大学生の頃。まあその頃から髭がね、結構生えてて。そう。顎ひげ、試しに顎ひげ伸ばしてば。でもなんかね、ひげ伸ばすとね、こうニキビできんだよね。ニキビできてなんかこう、ぷくってつ、プチュって潰した。まあでも、まあ男だからね、ひげはかっこいいからね。まあ俺も割とその顔を彫り深いというか、割と濃いめの顔だから、ひげも似合うと思うんだけど、でもなんか、なんかでもあんま伸ばしたくないなーって。ここはなんかこう、トゥルントゥルンの方が、俺はちょっと、かっこいいなって思っちゃうので 自分的にはね。まあまあまあ。そこはいいとして。で、あともう一つ。この間ですね、ズーラシア行ってきました。動物園です、動物園。横浜の、どこだっけ？横浜の、ズーラシアって、旭区だっけ？初代、ズーラシアは、ズーラシアは、ん？あ、旭区だ。そう。横浜市旭区のズーラシア行ってきました。俺、動物園、水族館は、江ノ島水族館ちょくちょく、なんか行ってたんで、そんなに、なんか、全然行ってないなっていう感じはなかったんですけど、動物園が、もう俺、多分20年ぐらい行ってなくて、そう。久々に行ってみたい動物園ってどんなとこだったっけっていう、もう記憶もにないぐらい、レベルの、なんかそういう未知の場所だったんで、行ってみました。一人で。いやー楽しかった。なんかこう、普段見れない、日本の、外国にしか生息してない動物がいっぱいいて、あとその外国にしかない、木とかね、植物とかいっぱいあったから、もう本当海外旅行したような気分でした。いやーすごかった。あと、入園料がめっちゃ安くてびっくりした。水族館って大体、あ、いや、江ノ島水族館とか3000円ぐらいするんですけど、大人1枚で。だから動物園もてっきり3000円ぐらいするのかなと思ったら、なんと入園料800円でした。え？安っ！と思って、しかもスイカとパスモで支払えるし。びっくりしちゃった。安っ！なんで今まで調べなかったんだろうと思って。俺動物好きなのに、と思ってね。はい。で、ちょっといろいろ写真とか動画撮ってきた、いや、俺写真しか撮ってないほとんど。動画はちらっとしか撮ってないんですけど、なんか俺、外であんまりなんかこうカメラずっと回してたくないなって、ちょっと、周りが気になっちゃうっていうか、なんかね、周りの人勝手に写しちゃなんか悪いなって思っちゃうんで、つい、なんかもう基本的に写真しか撮らない。撮りたくないみたいな感じになっちゃうんですよ。ちょっとね、気遣いすぎてね。YouTuber として、あ、YouTuber としてちょっと動画、外であんまり撮影できないの、勇気、度胸がないのはどうなのかと思うんですけど、なんだっけ、そうそう、動画撮影。あ、あとなんかこうカメラ、動画回してると、こっちに集中しちゃって、その目の前の、で起きてる、目の前にいる動物をこう生で見るのを楽しめなくなっちゃうんで、なんか、例えば飛行機とかね、飛行機とかもカメラ撮ろうとする。映像撮ろうとすると、もうこっちはこのちっちゃい画面ばっかり見ちゃって、そのね、このカメラの画角に映すっていうことばっかりに気を取られちゃって、実際に生に飛んでる飛行機をこう目で見て楽しむっていうことができなくなっちゃうんで、なのでどうしても、自分はその生の、今起きてる生のリアル体験を大事にしたいなってつい思っちゃうんで、なんかなかなか俺カメラ回せないんですよ。なので基本的に写真ばっかり。です。ちょっとまあ、写真見ながら、
コメントしていきますね。コメントっていうか、写真見ながら、自分でも思い出しながら、あれどんな写真撮ったっけと思って。あ、これ自分ですね。はい。僕のパンフレットと地図書いてあるやつ、見ながら。これ、アトラーです。スマトラトラですよ。スマトラトラ、なんかちょっと小ぶりな、小柄なんですよね。ちっこめの。スマトラトラいた、ちょかわぴかったん。あのね、俺の前でうんちしてくれたんですよ。そう、なんかこうやってうんしょって体育座りして。うんちして、うんち見して、生うんち見せてくれた。さすが。ね、わかっている。僕が師走だっていうことわかってるから、お前うんち、俺もうんちってわかってるから、うんちしてくれた。スマトラトラ、キビかった。ねえ、キビかった、スマトラトラ。トーラー。あと、そのなんか、とっておきタイムっていうことで、その飼育員さんが生で、あ、その肉、餌やりをするっていうやつもね、ちょうど見れました。肉を、上から肉を落として、馬の肉だっけ？何の肉か忘れちゃったけど、鶏肉か？なんか落とし、鶏肉をこう投げ込んで、それをこう食べるっていう、スマトラトラの、その餌、ご飯タイムも見れた。ねえ、これは、オナガザルだっけ？なんか尻尾の長い猿いた。猿いっぱいいたな。いろんな種類いた。チンパンジーとか、他にもなんとか猿、ちょっと名前がいろいろね、って覚えられなかったんだけど、オランウータン？これなんだ？ライオンか？ライオン、ライオン。ライオンいた。ライオンめちゃくちゃ目の前、ガラス、もうガラス越しにもうここ。ここまでこう、うろちょろしてて。わー、ライオン。生のライオン。かっこいい。ライオン、なんかライオン目の前でこんな生で見れるんだって感動しちゃいましたよ。ライオンさんね。で、これ、あ、レッサーパンダ、キーウィ、超可愛かった、レッサーパンダ。で、こう、ヒョウ、ん？ヒョウ、なんだっけ？この子、ヒョウ。ヒョウ、黒？じゃ、チーター？あ、ヒョウか。多分ヒョウ、雪ヒョウ、あ、違う、雪ヒョウじゃない、雪ヒョウは見れなかったな。なんか寝て、なんかその、室内にいて寝れなかった。あとね、カワウソ、多分映って、あ、これちょっと映ってなんかカワウソいた。カワウソもいた。あ、これ全然映ってないな。水の中ね、すごい早くスイスイ泳いでた。水の中、カワウソ。これペンギンかわいい。ちょっと臭かったけど、ペンギンもかわいい。ペンギンもチュッキ。あ、これね、うんち展っていうのはちょうどやってた。俺のためにやってたのかな。うんち、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 こう。いろんなうんち。いろんな動物のうんちを展示してた。まあ多分ね、模型というか、食品サンプル的なね、感じだと思うけど。サンプル。これ白熊、北極熊か。北極熊寝てた。かわいい。寝てたよ。ん？これ誰だ？鳥か。なんか鳥。あ、フクロウか。ヘドウィグみたいな。あ、ほら。もうなんかほぼヘドウィグ。ハリーポッターのヘドウィグみたいな。フクロウいった。ちょっと変顔して。あ、これね、ご飯。オージービーフ。ステーキ。ミックスグリル、オージービーフのミックスグリル買いました。これカンガルー！カンガルーキーウィー！ぴょんぴょん、ぴょんぴょんしてるとこ見れなかったけど、カンガルーいました。カンガルーもいた。すごいいっぱいいる。オーストラリアの動物もいるなんて。ねえ、びっくりした。一日で回りきれるかちょっと不安だった。あ、これね、なんかね、犬科のなんか超、すごい、らせい的な、可愛い動物、犬科の可愛かった。これ、おんまさん、キウイピー。かわぴーね、おんまさんもね、かわゆい、触りたかったけど、あ、なんかその、お触りできるコーナーもあったのかな？ちょっとそこは行ってなかったんですけど。ねえ、おんまさん。フラミンゴだっけ？なんか、うん、この、なんかどっかの、そう、とにかく日本にいないところ、あ、山猫。これなんか、日本の下、南の方にいる山猫。あ、あとこれ、なんかなんだっけ。メキシコじゃないや、なんか、岩。巨石人頭像。あ、で、月のアグマ。クマさん。山嵐。山嵐ピーね、怖かった。山嵐ピー、威嚇すると刺されちゃう。これなんだ？ん？あ、オカピか。これオカピか。オカピ。オカピは日本でもなんか、2、3カ所にしかいないんですよね。ん？違う？オカピか。あれ？違うか。あ、オカピだ。そうだ、オカピだ。に、日本でその飼育してるの、めちゃくちゃ少ない貴重なんですよね。オカピ生で見ました。もうほんと2メートルぐらい先。で、こう、じっくりこうね、枝食べてた。木の枝とか葉っぱ食べてた。こんにちはってこう挨拶して。オカピ。あ、なんかね、これアフリカかどっか、コンゴだっけ？アフリカのイノシシ。なんか耳が長かった。あ、これチンパンジー。チンパンジーちょっとね、こっち向いてくんなかったけど、おけつ。なんかね、オスのチンパンジーはなんかおけつがハート型になってて、メスはなんかぷっくりしてるんだろうな、確か。そう。これがオス、ハート型。メスはなんか、確か赤くてぷっくり膨らんでる。あ、これ、あ、サイ！ね、サイってめっちゃ恐竜っぽいよね、なんか。すごいよ。なんか現代に生きる恐竜っぽい気がする。なんとかトップスみたいな。なんとかトップス。あ、これチーター。チーターはね、なんかすごい動きが俊敏だった。チーター、ほら、こっち見て、カメラ目線、キーウィピーチーター。チーター。チーター、これキリン。
キリンの餌やりシーンも見れた。飼育員さんが餌あげてたよ。キリンね、マジでかかった。ほんとでかかった、キリン。ほら、見て見て。背めっちゃ高いよ。十何メートルぐらいあったかな、キリン。いや、でっかい、どでかい生物見ると圧倒されるわ。ラクダ、ラクダおった。なんかラクダってさ、なんかめちゃくちゃ唾、めちゃくちゃ臭い唾を吐くっていうのなんかネットで見てたからちょっと近づけなかった。たまにこっち向いたりして、あ、やばい、唾吐いてきたらどうしようと思って。あ、これね、なんかね、世界五大料理なんだっけな、ムアンバライスっていうの。美味しかった。なんかバターチキンカレーみたいな。なんかこれ、なんか、シュンとしてるなんかお猿さんいた。すごい。なんか、なんか、あ、オカピー。そう、この2メートル。本当これが、本当に近かった。2メートルのオカピー。この動画は何だろう。あ、これ、最初のスマトラトラーな。スマトラトラ。ちょっとね、動画、そう、俺動画撮るの下手で、すいません、なんか。頑張ってズームとかしたりしてね、撮ってたんですけど、やっぱり、ね、YouTuber たるもの、ちゃんと動画撮れるようにならないとっていう感じなんですけど。ねえ、トラさんいたよ。いたいた、トラさん。トーラーだね。トーラーいたよ。ほら、ほら。トラがいる、トラが。ねえ。ちょっと遠いけど。あとね、鳥さんもいたんだよな。もう一回、スマトラトラ。頑張ってなんか、ちょっと隠し撮りしたみたいな、なんか、未確認生物捉えたみたいな、なんか、そんな感じ、雰囲気だけど、ビッグフットみたいなね。ズームしてるからちょっと画質が荒い。でね、ウォークイン、この鳥さん、こんにち鳥さんは。がね、もう本当足元で、すごいちょこまか歩き回ってるっていう、そういうコーナーもあってね、びっくりした。すごい人慣れしててさ、でも触っちゃいけないんだけど、挨拶でした。すごい、もう自分の足元でちょこちょこって歩いた。鳥さん。で、これ写真。あ、これ僕です。霊長類、人、ホモサピエンスです。僕です。はい。というわけでですね、以上でございました。ありがとうございました。はい。そんな感じ。近況報告です。まあ、無職になってから。そう、無職になってから俺ね、ちょっと太ったかも。外食しまくりで、ほぼ毎日、サイゼ行ったり、マック行ったり、ラーメン、家系ラーメン食べたり、とかいろいろ。なんかもう好き放題、花丸うどん食べたり、なんかもうね、好き放題やってる。やばい。金回り良くなると、なんか、毎日外食しちゃうんだな、俺。やばいな。本当は痩せたいんだけど、細マッチョになりたいんだけど。まあでも、なんか、そう、俺なんか痩せてる時って、なんかに集中して、なんか楽しんで、なんか熱中してる時って大体痩せてたんですよね。なので、まあ、もう仕事行かなくていいし、その仕事、夜勤、もう夜だ、もう、もうそろそろ夜だから、睡眠取っとかないと、つってこうね、夕方、目覚ましセットしなくていいし。そう、目覚ましセットしなくていいんだよ。もうなんか目覚ましで起こされることがない。最近。超幸せ。いつも俺鶏のコケコッコーをね、には、目覚ましにしてるんですけど。もう久しく聞いてないですね。いや、でもさ、もう、1ヶ月経つんだよ。なんか、びっくりだよ。そう、俺、7年前にも、1回3F を1回、リニューアルするから1ヶ月、そのリニューアル期間、その立て直しっていうかね、その工事の期間を1ヶ月休んでたんですけど、ほぼ、まあその時はほぼ無職っていうかニートな感じだったんですけど、いや、ほんとあっという間でした。やっぱ家でね、家で食っちゃねゴロゴロして過ごしてるとね、1ヶ月なんてほんとあっという間です。あのね、あの、これ多分ね、無職とかニート経験ある人わかると思うけど、マジであっという間だよね。もう怖いぐらいマジであっという間。だからその、毎日なんかこうやること決めるっていうか、なんかノルマとか目的とかなんか決めとかないと本当にね、あっという間に過ぎちゃう。だそこ気をつけないと、やっぱこう自営業っていうか、フリーランスっていうかね、そういう生き方って怖えなって思う。なんかもう気がついたら夏になってそう、怖い怖い。まあでも楽しんで、これからも活動していきますんで、どうかよろしくお願いします。あ、そう、あと脇剃りました。はい、どうぞ。脇です。あ、ちょっと入って。1ミリぐらい入ってて、脇剃りました。脇剃りました。なんかね、ちょっと清潔になった気がする。あんまり、なんかあんま匂わないし。なんかね、いいね。快適。あと、まあ、ついでになんかこう、この辺の胸毛とか、竹毛とかもね、剃っちゃった。剃っちゃった。まあ、すぐ入ってくるけど、すぐ入ってくるからすぐ整えなきゃいけないんだけど。まあ、そんな感じ。はい。ということで、スワシワスも、
なんかそのインフルエンサー的な、インフルエンサーごっこ的な、インフルエンサー的なムーブをかまし始めてきましたよ。この俺が。この田舎者の僕が、そんな風になってきました。あとは体だな、ほんと。ちょっと顔もね、ほら、こんなジャバザハットだから、なんとかもっとこうシュッとして、ね、もっとも筋肉ももっと筋肉質になって、体脂肪を減らして、そうすれば、もっと、もっと影響力のあって、人気モテモテ YouTuber になれるんじゃないかな。頑張ります。日々成長なりよ。日々成長なりよ。はい、そういうわけです。はい、近況報告でした。はい、長々と、はい、お付き合いいただきありがとうございました。またね、バイバーイ、バイバーイ、おちんとなーんち。